金谷車塚古墳は大阪府平方市宮野坂にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。大阪府北部の淀川砂岩、天の川右岸の定位段丘上に築造された大型前方公園墳である。1970年以降に発掘調査が実施されている。墳形は前方部がバチ形に開く前方五円形で。 噴球主軸を東西方向として前方部を西方向に向ける。噴球は二段築成。噴球表面では吹き石、埴輪が認められる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、公園部上で遺体子が散乱することから、縦穴式石室の存在が推定される。副葬品はつまびらかでない。この金や車塚古墳は、古墳時代前期前半の4世紀前半頃の、 築造と推定される。大阪府内では最古級の古墳ともされるほか、北川地地域では牧野車塚古墳とともに、淀川流域の交通と関わった有力な大型古墳として知られ、牧野車塚古墳の先行市張墓に位置づけられる。古墳域は1972年に国の史跡に指定された。現在では史跡公園として公開されている。 古墳の規模は次の通り。墳形は前方部がバチ形に開く前方五円形である点、墳球の後円部から首レブにかけてスロープが存在する点で箸墓古墳との類似が指摘される。ありがとうございます。